斤算的话，差不多。哟，现在有录吗？六百，六百元，めちゃくちゃ安くないですかこれ。其实台湾有很多独特啊、有趣的地方，都很值得细细探访。那今天我要来跟大家介绍西拉雅的美丽的风景，还有金氏世界纪录的御景芒果冰哦，超期待的。是离嘉义高铁站才15分钟的这个优雅农夫艺文农场，这里呢，村是美术馆，美术馆是村，大家理解我的意思吗？这整个村落都是美术馆哦，超级特别的，我们赶快进去看看。有，听说这一大面墙呢，每一年都会换一个新的不同风格的画，而且今年是猪年，这里面有一只猪在里面哦，大家找找看。这边也是大家很热门的拍照景点。哇，这边看整个地板到天花板都是这个五颜六色、很缤纷的色彩哎！听说这边那个艺术家他是很狂野的人，那他狂野到就是地板啊、天花板就看得到的东西，所有东西都上色。这个是毛线哎，真的可以理解为什么这么多人爱来这边拍照了。这边真的超级好拍的，很可爱。哇，赶快来看，这边是2D 画室哇！你看。把所有的立体的东西都画成平面，感觉出来吗？现在镜头中应该看起来都是很像平的，对不对？那这边都是立体的哦，哇，很像油画，对不对？这边大家看得出来这个叶子哪一个是立体，哪一个是平面的吗？然后这个位置就是大家最爱拍照的位置。那我们刚刚都用中文介绍，大家来练一下日文，切换成日文模式。さっきのところから10分ちょっとのところで今、このメイヤージャージュゴンゴンゴンさんっていうところにいます。でここはなんと期間限定でハスの実ご飯が食べられます。じゃじゃん、とっても美味しそう。ハスの実炊きご飯と、あとこの中には揚げたビーフも入ってるみたいです。あとレンコンも美味しそう。じゃあ早速いただきます。じゃあまずはこのハスの実炊き込みご飯から。美味しそう。今からお箸を作ります。でこれがお箸の原型らしいんですけど、とっても太い、わかりますか？太い、しかも白い、なんか本当にもうザ・キって感じ。これがお箸になるんだ。いやー、なんか楽しみですね。じゃあ始めましょう。先把筷子放进来。那么就是 step 1，これをこの中にはめ込みます。で、ここの部分でこう削っていくらしいです。この隣の木と同じ高さになるまで、結構削らないといけないらしいんで、ちょっと頑張ります。ん？動かない？え？え？ちょっと待って。どうしよう。汚くなったらどうしよう。おお。難しい。お、え？どうしよう、変なお箸になったらどうしよう。あ、ちょっとコツ掴んできたかも。よし、やっとステップ1が終わりました。でステップ2はこの今の状態のもうちょっとお箸らしく、上が太くて下が細いような形に整えていきます。やっと全部のステップが完成しました。で残ったこのヒノキ、これ持ち帰って匂い袋にできるんです。これは台湾のすごい高級なヒノキ、超いい匂いします。
そのこれすごいハイテクで今このアプリをダウンロードしてこれなんと手書きで書けるんですよ名前が入れられるんですよで普通のコンピューターの文字かと思ったら手書きが OK すごいでさっき書いたんですけど今やりますじゃあスタートスタートおおおおすごい火が出てるすごいなんかいい匂いがしてきたヒノキのいい匂いじゃじゃーん出来上がりました世界に一つだけの前橋しかも手書きでもちょっとさっき方向間違えちゃって幸子ハートがちょっと逆になっちゃったんですけど、まあ、これも愛嬌ということ でここはあの台湾でも有数のこの家具を作るライン全部1から最後まで全部こちらで作られているとてもあの貴重なところなので皆さんもぜひぜひ遊びに来てみてくださいビールちょっとなんか果肉がすごいあるんですよ本当にすごい飲んだ瞬間に果肉がバーって入ってきますこの豚足の間に挟まれてるこのグリーンのものこれもマンゴーなんですグリーンマンゴーん美味しいやっと着きましたさっきのカフェから5分ぐらいで着いたここ有煎煎馬有煎冰鋪ここはあのギネス世界記録に認定された唯一マンゴー瓶が食べられるお店ですわあ、とっても大きいそうなので早速見てみましょうここのすごいところは普段のかき氷はお水ですよねでもここはなんとこの自家製のマンゴージュースでかき氷を作るんです
すごい重い。すごい贅沢。お、来ました来ました。わー、シシェ。すごい。わー、マンゴー美しい。すごいすごい。あ、これはさっきのあのカフェでも出てきたこのグリーンマンゴーですね。で、大きいマンゴーと、わ、本当だ、色が違う普通のかき氷と見えますかね。じゃあ早速ちょっと一口食べてみたいと思います。甘い。幸せ。甘い、美味しい。なんていうの、固体のジュースを食べているような感覚。全部食べきれるかな。すごい。